はい、おはようございます。2024年1月9日になります。火曜日、今日はね、もともとお休みだったんですよね。今日明日とお休み、まあ、実は3連休の途中なんですけれども、今日は新潟県長岡市に来ています。向かいに見えてる雲分かりますか？自由に見えなくもないですよね。今年は辰年ということで、これから行く交流神社、なんとものすごい人気でですね、大行列ができているという話でした。僕はね、まあこうそのね、今日初めてね、初詣にこれから行こうと思うんですけど、どうだろうね、混雑は落ち着いてるといいんですけれども、まあこのね、ちょうど辰のような雲をね、見れた時で、なんかいい感じのね、雰囲気なんでね、今日せっかくなんでこれから交流神社にね、行こうと思います。日本全国パワースポット巡り、何回もね、今までもね、何回もこれ、ね、撮影してるんですけれども、今日もね、また2024年初のですね、まあ、初詣含めてですね、これから、撮影に行こうと思います。交流神社、よもぎ平温泉の先になりますね。行ってきます。新潟をスタートして国道8号線をずっと来ます。国道8号線が、川崎インターという、ね、名前のところから、ね、17号線に名前が変わります。とにかくずっとまっすぐ来ますね。でそしてこの、ね、国道17号線から目印がこのラーメンショップですね。そばうどん定食、ラーメンショップでそばうどんあるのは結構珍しいですね。ラーメンショップ基本的にね、これ、まあ、左右で別の店なのかな、東バイパスサービスエリアという名前になってます。ここを左に曲がってね、ここからまあ急に細くなるんだけど、山の方、そうですね、山越村方向に向かって走っていくような感じになりますね。天気は快晴ですね。めちゃくちゃいい天気。そしてここのね、道は真ん中ちょっと色が変わってるとこ分かりますか？調節パイプがね、埋めてあるんですよね。雪が降ると水が出るね、地下水が出て雪を溶かすというシステムですね。まあ、雪国ならではのシステムで、非常にこれね、まあ重宝というかですね、もうこれが設置されている道路はね、もうこうやって晴れるともう雪が全然ないといった感じですね。山の方にぐんぐん登っていきます。途中ね、こういったまあ部落の間の道みたいなね、結構細いですね。だいたい真ん中のこのね、白線みたいなのがない道なんでね、かなり狭い道になります。普段はね、今までも何度もこういった走行動画を撮りながらね、向かうんですけど、こんなに車がいたことがないんでね、やっぱりその初詣のね、まだお客さんが結構たくさんいるかもしれないですね。階段にね、結構人が多いと、ものすごい急な階段を登っていくんで、ね、まあ、前後に人がいると結構まあ、ね、怖い感じはあるんですけれども、まあ、エレベーターもついてるんでね、若干分散されるかなといったところではありますが、はい、まだまだ先にね、向かいます。そしてこの橋のところでね、ガクンと右に曲がるような、ね、感じになりますね。山越よもぎ平温泉、右になってますね。これはもう道なりで右といった感じで、交流神社よもぎ平はあと6キロで着きますよ。小さい橋を渡ります。雪の傘はどうでしょうね、まあ、雪国でもあるんでね、うん、まあ、結構まああるかな、うん、でもまあ新潟市内もそんなに変わらないかもしれないですね、うん、2、30センチといったところでしょうかね。トンネルを抜けた先ですね。やっぱみんな行くね。前の車も全て行きますね。トンネル抜けた先を左に曲がりますね。交流神社よもぎ平温泉、右側にはね、小学校みたいな、小学校なのかな、中学校の、まあ、学校がありますね。なかなかここもね、近くに民家あんまりないから来るのが大変なんじゃないかな。普通にまあやってる学校になりますね。太田小学校って書いてあるかな。さらに登っていきます。除雪機がね、除雪車がたくさん置いてありますね。まあ、雪深いところだからね、こうやっていつでも出れるようにね、まあ、待機してあるようにね、止めてある感じになりますね。さらにね、上り坂、結構な勾配で登ってます。この先にね、よもぎ平、まあ、この交流神社のね、鳥が出てきますね。大きな鳥ですね、交流神社になります。鳥居の前では多分これ道路でも一応一例、一応というかの一例で、そしてよもぎ平大橋、朱塗りの綺麗な橋を渡りますね。でこの先がね、この辺りがよもぎ平温泉という名前のね、温泉街になります。大きな旅館がありますよ。よも山館ですね、よも山館で、ちょっとね、先の方に行くとね、泉屋さんというものすごい大きな旅館があります。鳥居をくぐってしばらく行くとですね、急激に道が細くなります。すれ違うのも結構やっとぐらいの感じかな。まあ養鯉場がね、錦鯉の養殖が結構盛んでね、まあ結構
そういったところがあります。そしてこの出てくるのがね、カーブ曲がると見えてくるのがね、泉谷さん超でかいですよね。これねでかいですね。下の方からね、まあ客室なのか食堂なのかちょっとわかんないですけど、まあこういった超でかい旅館があります。道路はねこれちょっとこの辺から怖いね、滑りそうな雰囲気、白くなってますね。凍ってんのか、まあ、雪が積もった感じの圧雪なのかはねあまりわかんないけど、そういった感じ。この辺から歩いていられる方もいますね。地元の方かもしれないですね。そして途中には角八食堂ですね。過去にここで食べたことあります。とっても美味しかったですよ。わらびの入ったラーメンが出てきました。なんか丼物もある、結構何でもあるような、ね、感じの。本日休業ですね。火曜日やってないみたい、まあ、火曜日なかなのか、まあ、今日たまたまなのかはわからない。そして向かいに正面見えてるの福引き屋さんですね。多分やってると思うんだけどね。これも大きなね、温泉旅館なのかな、うん、旅館というかホテルなのかなといった感じです。そして最後のトンネルくぐるとですね、お土産屋さんがもう見えてきます。恵比寿屋さんですね。ここで参拝セット買ってきます。過去にここでね手打ちそば、食べたことあります。とても美味しかったですよ。ここでね参拝セット買おうと思うんでね、ここの駐車場にね置かせてもらおうかなと思います。到着ですね、広隆神社。すごいとこですよね、相変わらず。うわー、でもめちゃくちゃ天気に恵まれましたね今日ね。こんな感じ、快晴。まあこの後ちょっと崩れてくるという話ではあるんですけど、ちなみに氷神社、あのねこの山の上というかね、あの丘の上にあります。ここをですね、ものすごい急な、すごい階段で登ってくるような形ですね。まずは参拝セットを買っていきますよ。ちなみにね3軒のお土産屋さんがあります。1軒はそうだね、名前がわかんないね。一軒はこの恵比寿屋さん、大きいところ、お蕎麦屋さんもね一緒になってます。そしてこちらですね、このお店なんて名前なんだろうね、お店の名前書いてないかな。そしてその先ですねにもねお店があります。まあ、駐車場にね止めさせてもらう関係でね、こちらの恵比寿屋さんでね参拝セット買ってきます。550円。はい、これですね、卵とお酒とねろうそくが入ってます。お蕎麦屋さんやってなかったですね、こういった時期なのにやってないんだね。はい、表参道の右の方ですね、橋を渡っていこうと思います。そのねお土産屋さん、藤屋さんか、うわすっげー滑る、すっげー滑るもうね、中を通っていけるんですけど、まあ、とりあえずこのね参道から行こうかなと思います。はい、足元はねやっぱ意外と滑るね、怖いっちゃ怖いかなってとこ。このね結構素敵なね橋を渡っていきますよ。下はね結構水の量は多いかな、流れてる量は多いですね。まあ高いから結構怖いけどね、行ってみましょう。まあ、人は、まあ、やっぱり思ったよりいますね。この富士屋売店、ここもすごいですよね。なんかもうなんかこの参道とね階段とつながってる感じなんですよね。はい、なかなかのね普段まあ日常じゃ見れないようなね景色ではありますね。こんな感じ、うわ水すごい流れてる。行ってみましょう、いいとこですよ、すごい素敵なとこ。はい、参道この階段に入っていきます。右の階段がエレベーターホールにつながるところですね。そして僕はねやっぱ階段から上がるんでね、こちらになります。あ、思ったよりいない、もうねこの階段がねもうつながってるぐらいいるのかと思ったんだけど、でもまあものすごいね渋滞だったらしいですね。あの三が日とかね、ね2年前とかもまあその時は混んだらしいですね。はい、ここのお賽銭箱に入れてきますよ。まずは階段脇のねお賽銭箱から入れてきます。白いお金がいいとされてます。100円入れてきます。はい、入れてきますよ。2例2拍手になりますね。はい、2例2拍手1例ですね。はい、ちょうど今ねあの上から降りてこないんで登ってきます。登りとりあえずこのね最初の階段は右側通行になりますね。せっかくなんでね、ちょうどね降りてこないですね。これね分かるかな、ものすごい急なんですよ。これほんと気をつけなきゃですね、階段を登ってきます。提灯とかついてるかなと思ったけどついてなかったね。左右にはねこれ岩ですよね、多分自然の岩を多分こうもともとこうなってたのか、それとも削ったりしてねこうね間を空けて階段にしたのか、ちょっとその歴史は分からないですけどすごいですよね。まあ岩をこうコンクリートでこう多分塗り固めたような感じだと思うんだけど、まあ非常に雰囲気のある素晴らしい神社でございます。思ったより人は全然降りてこないんで、とりあえずよかった、いいタイミングで来れたなといった感じですね。すごい、まあ、息が切れる、外はあの雪景色ですね。すごいこの角度、こ
この角度ですよ。めちゃくちゃすごい角度で登っていく感じですね。ここまでは右側通行、ここから左側通行、息切れる。あ、今回はそうだね、冬場はこう雪囲い、冬囲いされるんですよね。なんで外の景色がねちょっと見えなくなるけど、こんな感じ。まあちょっとした隙間からね、隙間から見える感じ、あんまり見えないけどこんな感じ。あとは景色がね見えないですね。まあ一番上に上がれば見えるんで上がってみようと思います。はい、このエレベーターホールから先はですね、なぜか左側通行になります。上がっていきますよ。ちょっと息を途中で整えないとね。あとこの辺からね、あの背が高い人、背が高い方はね、頭がこのね鉄骨に当たる可能性があるんでね、ちょっと気をつけた方がいいかなといったとこですね。はい、たくさんの提灯がねぶら下がってますね。はい、そして鳥居がね来ます。鳥居の前では一礼します。はい、そして手水がありますね。こちらで手をね清めていこうと思いますよ。わ、周りはね結構崖で若干怖いけどね、はい、あ、この手水の中もねお賽銭いっぱい入ってるね。はい、ここには入れたことないな、入れてった方がいいのかな。入れてきます。はい、はい、そして最後の階段になりますね。ここはちょっとだけ息切れるほどの階段ではありませんね。はい、そしてはい到着です。はい、鳥居の前で一礼します。下がねちょっと滑りやすいから気をつけなきゃですね。はい、でまずはもあの買ってきたというかね、参拝セットのろうそくをですねこちらの方に立てていきますよ。参拝セットに入っているろうそくをですね開けていきます。こんな感じ。はい、これですね。あれ、すごい、こんなにろうそくいっぱいなの初めて見た。だってこれね、これ置く場所あんまないね。ないね。このまあねついてるろうそくから火をもらって、ここにしようか、せっかくだから。やりますか、一番上に入れてきます。はい、こちらで、まあ自然に拍手してきますね。もう一本ですね、右側の方につけていきますよ。周りは雪景色、先の方のね駐車場も結構たくさん車が止まってるね。そして神社の本殿も、はい、こちらの方もねこう雪囲い、冬囲いみたいな感じにされてますね。もう入り口のところにね備えるんでね、中に備えられないのかな。側には社務所があってですね、こんな崖になってですよね、結構怖い、結構怖いんだけどね。はい、まあこんなにたくさんね車が止まってるのはやっぱあんまりないですよね、普段はね。はい、本当このね本堂のねあの先だけ撮影禁止なだけでですね、他は基本的に制限はされてないですね。そしてこれが最後かな。はい、大変なく入れていきます。これがほら竜のねなんか石像みたいな感じ。そしてここはお焚き上げするとこですね。そして下はまあね崖、結構怖い。まあすっかりまあ雪景色といった感じですね。あーすごいね。でもこんななんか天気に恵まれてすごくいい感じですね。お守りがそろそろねね時が経つんで、ね、新しいものに変えていこうと思います。
はい、このね何年か使った、これ神社のこちらのねお守りをですね新しいものに取り替えます。ここにもっとここに入れればいいんだよね多分ね。はい、はい、あ、吉です。こちら吉ですね。はい、僕おみくじは持って帰るタイプです。はい、病回復、失いものなかなか出てこない、待ち人来る、はい、争いごと勝てるだろう、はい、謙虚、万事良い、縁談年下が良い、はい、あとはそうですね、適職何しても本人の好むのが良い、飽きない、繁盛する、望むこと心の持ちようで決まる、はい、旅立ち良い、はいですね、はい、吉です。持って帰ります。はいね、吉です。まあまあまあ良かった良かった方じゃないですか。はい、ではでは、はい、これで神社を後にします。これね帰りの階段もね急なんでゆっくり気をつけておりますよ。はい、帰りの階段はね、まあ、ゆっくりですね。はい、危ないんで、降りていこうと思います。はい、左側通行ですね。この急な階段をまあまた降りていきますよ。これね頭上注意、これがね結構頭当たるんですよね、気をつけないと。はい、結構膝がガクガクしてるからね、つけて降りないといけないですね。はい、ここまでは左側通行になります。そしてここからは右側通行ですね。あ、登ってこられる方いるんでね、ちょっとまあちょっと待ってから行こうか。はい、ちょうどね来ないんで行きますよ。これもほんとゆっくりだよね。上から落ちてこられると本当危ない。ここがねだって渋滞したって言うんですもんね。あとここまでに来るね道中も渋滞したらしいですね、道もね。まあ本当に今やものすごく人気のね素敵なパワースポット、交流神社でございます。今までもね何度も来てるけど本当に雰囲気があってね、まあ、楽しみに、来る、ね、神社でございます。最高でしたね。すごいよねこの角度、わかりますかねこれ、動画でわかるかなこれ、映像で。ものすごい急な階段ですね。はい、はい、到着です。最後ちょっとお土産屋さん覗いてから行こうかな。よかった、すごい、はい、夏場になるとねここでアイスキャンディーが売ってます。このカラフルなだるま可愛いですよね。はい、でなんか夏場とかねなると、春とかになると山菜とか野菜とか売ってたりするんですよね。はい、こんな感じで素敵なねお土産屋さんでございます。こちらもね、これほら月曜から夜更かしとかに出たんだね。おお、雪が落ちるから怖いね、音が怖いね。はい、いかがでしたか。新潟県は長岡市になりますね、交流神社。まあ今年ね、あの2年前にも初詣も初日の出も何にも仕事で行けなかったからね、初の、まあ、初詣っておかしいか、ようやく2024年ね初詣に来れました。まあこの初詣をねこんな遅くなってから、しかも交流神社に来るっていうのはね初なんですけど、いつもだとね、まあ、あのね2年前にだとか、まあ、元旦ぐらいにはねせめてね白山神社だとか新潟市内のね五穀神社だとか、あとはまあ弥彦神社だとかに、ね、毎年行ってたんですけど、今年はちょっとね、まあ、変わり種というかね、長岡まで今日はお休みだったんでね、交流神社までねこの快晴の中ね来れたんで非常にまあ良かったかなと思います。せっかくならお蕎麦ね本当は食べたかったんですけどね、はい、まあ、今日はやってないってことでねお蕎麦屋さんね、はい、まあ、このままね帰ろうと思います。はい、ぜひこのね日本全国パワースポット巡り、いろんなところ挙げてます神社。まあ撮れないところもね、撮影できないところも多いんですけど、はい、撮れたところはですね、はい、こうやってアップロードさせてもらってます。過去動画でもかなりねたくさんのパワースポット上がってますんで、ぜひ過去動画なんかもね、ご覧いただければと思います。はい、ではチャンネル登録、グッド評価、コメントなどぜひね入れていただけると非常にありがたく思います。今日は新潟県長岡市のね、パワースポット交流神社からお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。